地方独立行政法人佐賀県医療センター構成館は佐賀県佐賀市にある医療機関である。佐賀県下では医療機能、病床数などにおいて佐賀大学医学部付属病院と並ぶ大規模な中核病院である。赤十字を横に並べたものをシンボルマークとしている。古くは佐賀藩主、鍋島直政が天保五年に創設した医学館を源流とし、 安政五年水気校に移転。この時がおまから厚生館と命名される。この時はまだ今の医科大学に相当するような医学校だった。明治の近代化で1888年に学校部の組織が消え、公立佐賀病院となり、1896年に佐賀県立病院厚生館と改称。この経緯から病院の管理者は代々館長と呼ばれる。 古川康氏が知事となって、以降経営改革が進められ、2010年に運営者が県本体から新たに作られた同盟の地方独立行政法人に移された。さらに、水気港の病院は敷地が狭く、医療技術の変化に対応できなくなってきたことから移転が計画され、2013年5月、市の西部加瀬地区に新築した病院に移転。その際、 名称を県立病院から県医療センターに改め県の中核医療機関となることを明確にした佐賀大学医学部付属病院を基地病院とする佐賀ドクターヘリの協力病院である。令和2年4月1日に佐賀県医療センター厚生館看護学院開設。佐賀県立総合看護学院から助産学科、看護学科が移管された移転により大きく変わった。 バス停は医療センター構成館。ありがとうございます。